今日は何組やられたんですか。何組ですかね、6組ぐらい。6組。ああ、もう僕らで6組ですか。はい、そうです。ああ、すごいですね。もう同窓会ライブ何回目ですかね。3回目3回目ですね。いや、皆さん年々年を重ねて、3回目です。僕よりも皆さんが、でもまあ上下ね、後輩もいるでしょうし。そうですね、今日はあの新たに、また6年下の後輩が初めて来てくれました。ありがとうございます。じゃあ高校では一緒にはやってない。やってない。あ、でもすごいですね、つながるっていうのが。いや、嬉しいことですね、本当に。じゃあ、あのラストの黒でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなことも気づかずに刃を振り回してる。ねえ君は覚えてる、祈りの風の匂いを。ねえ君は覚えてる、暖かい日差しの匂いを。
大きな木の下で結構聴いていただきました。続いての一曲は、ジェスチャーソング、はい、ジェスチャーソング、はい、いや、ですね、業務連絡してる、業務連絡しました。大丈夫ですか？大丈夫っす。あ、大丈夫そうじゃなかったですね。はい、もうね、もう苦労も何年目になりました？10年目？10年ですね、ですね、早いもので、10年経ちましたが、拾っていただきましてありがとうございます。本当にね、もう早いですね、10年なんて、本当一昔、ね、そうですね、本当に、もうプレイヤーに出入りをするようになってからも僕は20何年だくらいですかね。そうですか、この店にがになってから、なんていうかね、28年、この移ってからね、移ってから24年ですよね、はい、だからちょうどできて、前を何度かこう通ってるうちにこう吸い込まれるように入りましてですね、最初に買ったギターが高峰、高峰じゃないわ、エドワードだったっけ、そうですね、 ESP のエレキギターを買わせていただきましたね。まあね、あれからのご縁でございますが、いいですよ、いいです、雰囲気と作ったから、ね、あ、すいません、はい、じゃあ行きますか。じゃあ次は僕のオリジナル、あ、さっきのは黒さんのオリジナルで大きな気がした、では次は桜、あ、いいですね、いきます。
野外でしたね、フルは6人いるんです。フルメンバー ね、3人今日は仕事で3人仕事でね。はい、そうです。大変ですよね、やっぱ仕事がねありますとね、ライブの日にちを、ね、決まってもなかなか揃わない、ね、合わないですねと言いながら次探してますけどね。あ、ちょっとチューニングをいたしますね。ちょっと喋ってて。はい、チューニングをやります。今から曲のチューニングそんなことないです、ということでですね、クロさんに拾っていただいて約10年前犬じゃないですか鳥犬のようについてきました。鳥を拾いました。やらせるか。まあこういう緩い感じでバンドをやっておりますので、このバンドクロという名前はですね、今日もラーメン、という僕の、山ちゃん山中と一緒にやってた、今日もラーメン、それからクロさんがやってた悠々バンド、もう一人ギターがおりまして、アコースティックレディーランドという、山ちゃんということでやってたバンドの頭文字をというかずっとって KUL、それから O はおいさんずということで、本当はおいさんじゃない方が一人おりますけれども、こう言って、そうですね、失礼な話なんですけどね、佐藤ちゃん、申し訳ないです、ね、申し訳ない、お姉さんずにしましょうか。あら、久しぶりに来たわ、まだ微妙な雰囲気だね。お姉さんず、かっちゃんがお姉さんでワークしてますけどね、はい、時々おねっぽく、あら、いらっしゃい。まあ、今日は普通に行きましょうね。何を歌うんですかね、あ、これだ。はい、さっき曲を決めました。
ショヤンが歌ってるニカッパかな、ニカッパさんとこの、そうですね、C で始まる、はいはいはい、2パターンあるんですが、まあ、これはですね、ショヤンと、それから、ハイワイセットの山本純子さんと、うん、それから、オフコースの鈴木篠康さんと、うん、3人の、コラボといいますか、3人でソングフォーメモリーですかね、ですかね、で七瀬川ホークジャンボリーというジャン、野外イベントでご一緒させていただいたときにこれをこうアレンジしてやっててすごいいいなと思って、でうちのクロールもですね同じアレンジでやらさせていただいておりますが、続いての曲をはっちゃんのオリジナルの曲いきましょう。では、おばあちゃんの歌を聴いてください。グランマ。
村仕事を終えたシワの頬に安堵の笑顔こぼれるいつものぬか漬けの据えた匂い味噌の香りが漂う家族のために休まる背中優しい声が呼んでる腰を伸ばして見上げる空に私らが増えたんだよ Oh grandma 抱きしめてくれた Oh grandma いつでもいつの時も Oh grandmaセピア色の風に乗せてだんだん畑の稲の緑部屋から越しに流れる川のせせらぎ色の空越えてどこまでも
ちゃんのね、久保手の元に住んでたばあちゃんの歌でございます。さあ、ではそろそろですね、終盤に差し掛かっております。では、続いてですね、これはあの黒さんの紹介でいきたいなと思いますが、あ、そうですね、この曲はもうあの黒結成当時からずっと、歌い継いでまいりましたが、まあ、これね、あの本当にあのコンサートでも CD をね要望される方が多くて、ね、今 CD の方をね作って、いるんですけど、なかなか進まない、ね、忙しくてですね、ファビオラの風という曲を、歌していただきたいと思いますが、これはあのファビオラ看護学校という看護学校の校歌で作らせていただきましたが、もう本当にあの去年かな、一昨年かな、あの初めて看護学校 の, あの学園祭というんですか、学校祭というんですかね、にあのお招きをいただいて、あの作った時には何回か、入学式とか卒業式とかにお邪魔させていただいたりして、皆さんが歌ってるこのファビオラの風を聴かせていただいたんですが、学園祭の時は私初めて皆さんの前で、この歌を歌わせていただきました。あの看護生、生還それから循環を目指しているあの皆さん方は本当に必死で勉強してて、お昼仕事をして、また本当にこう、まあ、国家試験ですから難しいんですけども、あのみんなとにかく夢をこう持って、日々大変なんだろうけども、すごくこう何ていうんですかね、活気といった言葉は失礼ですけど、熱があるんですね、本当にやりたい夢に向かって今生きてるっていう、そうしたものをこう感じさせていただきました。で、歌いながらまた改めてこの曲 の, あの中に込められた私も思いを込めた命ということについて、今自分もですね、実はいろいろ思い通りにならないことが多くて、自分自身もこの歌詞、自分が作った歌詞ですけど、いろんな思いが乗っております、乗せております。じゃあファビオラの風を聴いていただきましょう。ファビオラの風の中、胸に夢を描いて、ファビオラの光の中、今この道を歩き出す。Oh,
きだす。じゃあ最後です、今日は本当にありがとうございました、まあなんですかね、こういう出会いがあって、おにわとも高校の時に出会ったしね、皆さんね、僕同好会のみんなとも出会ってですね、この場がまた持てたということは本当に幸せだなと思います。皆さんもですね、ぜひ音楽の中に、生きてきた人がこの中多数だと思いますので、ぜひですね、歌を歌うとか楽器を弾くとか、そういうのをですね、ぜひやってみてください、ね、なんかこう仕事とか、自分のプライベートの中と仕事は全く違う世界を、体験できて、その中にまたいろんな人と出会いがあって、自分の人生が広がっていくんじゃないかなと思います。僕は少なくともこのみんなと出会えて、この場を持てて幸せです。ありがとうございました。では最後、黒を締めさせていただきます。皆さんと会えたことに感謝、それからこれからみんなで何か始めようね、何かやっていこうねっていう曲です。始めることで何かが始まる。よろしかったら最後なんで手拍子なんかいただきましたら、この後美味しいお酒飲んでもらいます。よろしく。そうさ、始める。
ことで何かが始まる、始めることで君にまた会える、始めることで新しい自分にきっと巡り会える。もう一回行こう。そうさ、始めることで何かが始まる、始めることで君にまた会える、始めることで新しい自分にきっと巡り会える。それではメンバー紹介します。キーボードさとちゃんでした。バンドリーダークロさんでした。どうも、今日はコミュニでした。ありがとうございました。はっちゃん、今日はですね、ノリノリでございました。この後20分ほど、曲を弾いてあげて。はっちゃんでしたの。脱いだそうです。怖いですねさあ続きまして、ケビユニットかな、あ、肩車子かな、肩車です。ここくらい2人です。ありがとうございました。そしてケビユニット、それからですね、黒牛さん、ありがとうはい、ということで今日は本当にありがとうございました。この後打ち上げやりますので、ぜひ懇親会の方にもぜひ参加してください、ということでですね、今日は皆さん本当にありがとうございました。ありがとう。そうさ、始めることで何かが始まる、始めることで始めることで素敵なみんなに今巡り会えた。山ちゃん、ありがとうね。タオさん、ありがとう。それから昔の仲間、ありがとう。ありがとう。ここから来てくれてありがとうございました。これで終わります。さようなら。踊りでいいですかね。いやだ。男性いたい。まだ酔ってない。
当に、もう本当にありがとうございます。大丈夫かな皆さんね、本当にありがとうございます。改めてありがとうございました。下回ってて、まあ、俺何もないもんね、何やってるか。それでは、最後ね、はい、体力を奪い続ける曲をやりたいと思います。それでは中津の名物唐揚げの歌いきます。行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォでございます。よろしくお願いします。
はい、黒の3人、サンクロでした。もう一度大きな拍手をどうぞ。ありがとうございました。